こんにちは、今日はブリヂストンさんのオルディナ S5B ですね、クロスバイクの形をしていながらベルト駆動ですね、そしてインター5、内装5段がついているっていうちょっと珍しい自転車をご紹介したいと思います。それでは前の方から見ていきましょう。タイヤは 27×1×8/3 ということで、通常ですね、ママチャリとかシティサイクルで使われている 1×8/3 のサイズ、タイヤの太さなので細ければ細いほどスピード感というのは出ますけれども、どうしても空気をこまめに入れなければいけないとかですね、そういったことが起こってきますので、こちらの自転車は、後からもご紹介しますけれども、メンテナンスがですね楽っていうのが売りなので、やはりこの 1×8/3 っていうタイヤのサイズにされたことによって空気を入れる回数も、通常のクロスバイクよりも少なく、1ヶ月に1回ですね入れていただければいいかなというふうに思いますので、通勤通学に使われる方にはありがたいタイヤの太さだと思います。そして、前は V ブレーキですね、そして後ろはシマノさんのローラーブレーキですね、しかも熱を逃がさずフィン付きの、ローラーブレーキの中でもちょっと上位グレードの、雨の日でもよく止まりますということで、なってます。そしてアルミのフレームですね、と駆動体はカーボンベルトですね、アルベルトとかにもベルトが使われてますけれども、あちらは踏み心地の良さですね、軽さっていうのを、追い求めたベルトがついてるんですけども、こちらはカーボンベルトは、スポーツ車ですね、こちらクロスバイクとかで使われているスポーツ車ですから、乗り心地の良さというよりも踏んだ時どのぐらい後ろにダイレクトに力が伝わるかっていうのを売りにしたカーボンベルトですね、力強い走行が、ベルトなのにできるということになってます。そして、クロスバイクには珍しくですね、最初から後ろに馬蹄状、ディンプルキーのブリヂストンの馬蹄状がついてるんですけれども、こちらですね、施錠した状態で盗難にあった場合は購入日から3年間、ブリヂストンさんが3000円プラス消費税で自転車を保証しますっていう盗難の保証がついてます。3年間ですね、これがやはり通勤通学でですね、駅に停めることが多いとか、駐輪場停めることが多い方にとっては非常に嬉しいサービスかと思います。切り替えの部分は5段ですね、内装5段のインター5、これも世界のシマノさんが作ってます。このインター5ですね、中に、切り替えの構造が全部入ってますので、倒したりとかしても、切り替えが変わりにくくなったりとか、そういったことが起こりにくい構造ですね。内装5段、カーボンベルト、そして盗難保証もついてます。アルミのフレームのクロスバイクっていう、仕様になってます。クロスバイクというとですね、切り替えがたくさんあってとか、タイヤが細くてとかいうのが売りかと思うんですけども、やはりファッションで乗りたい方ですね、通勤通学で乗りたいと、やはり格好も、そのまま遊びに行くような格好になっていると思いますので、そういった場合ですね、外装だとどうしても、足の袖の部分をですね、ギアの部分で汚してしまったりということがあるかと思うんですけど、これは、ベルトになってますからそういった心配もほとんどいませんし、メンテナンスがですね、楽なので、ちょこちょこ、自転車用に持ってってというような、ことも少ないので、通勤通学でですね、そういった時間がなかなか取りにくい方、トラブルが少ない方がいいなと思われる方にとってはすごく嬉しい、クロスバイクだと思います。そして何よりですね、クロスバイクでは、その通勤される方、通学される方によっては泥除けが欲しいとかですね、カゴが欲しいとなった場合に、なかなか、その自転車に合ったものがないという場合が多いんですけれども、こちら、元から、オプションで、泥除けやキャリアですね、フロントキャリアにカゴなどもオプションで用意されてますので、必要に応じてですね、そういったものをつけることによってお客様の、スタイルに合ったそういったことがすることができるので、見た目もですね、美しくまとめることができるかと思います。